大正11年7月観光、皇太子殿下行系記念写真帳44ページ初集の写真お声掛かりの柏、または、お声掛か,かりの柏寺は、北海道札幌市中央区の山花地区に、かつて存在した柏の孤独である。1976年に越しし、現在はその脇から生じた二世が、同じ場所に保存されている。百八十一年九月一日、 明治天皇は東北、北海道巡行の一環として、トン兵による開拓事業を視察するために山花トン兵村を訪れた。天皇が山花学校で休憩した際、学校前にあった柏の古木の立派さに目を留め、木の名を尋ねたとされたエピソードから、この古木は住民たちからお声がかりの柏と呼ばれ、地域のシンボルとされた。 1911年8月には皇太子義人新王が札幌訪問の際にこのお声がかりの柏の視察を希望した。その訪問のために中島遊園地からお声がかりの柏のある山花公園への道路が拡幅、整備され行景道路または行景通と呼ばれるようになった。地域の象徴とされたお声がかりの柏は 札幌市立柏中学校の校名や校章、札幌市立幌南小学校の校章、山花柏児童会館などの公共施設や商店などの名称にも使用されている。また、お声がかりのエピソードは、札幌市立山花小学校校科の旧歌詞に、思えば、明治14年共栄の庭にこまとめてと歌われ、札幌市立幌南小学校校科の旧歌詞に、 五両院山根き大きみの研究業校を迎えたると歌われていた。1976年には古紙が確認され、倒壊の危険があるため、同年10月15日に切り倒された。推定樹齢は230年、樹高は18メートル、幹の直径は60センチメートルであった。現在、切り株が札幌市立山花小学校に保存されており、また2世の若木が、 山花公園内に存在する。ありがとうございます。